この美しい楽器はリラダブラッチョといって、バロックの前の時代、ルネサンス時代に使われた弦楽器で、バイオリンの1世代前の先祖にあたる楽器です。写真の楽器は大田区の弦楽器製作家井上達樹さんによって2017年に作られた楽器で、イギリスオックスフォードのアシモレアン博物館に収められているジョヴァンニ・マリア・ダ・ブレシアによって1500年代中頃に作られた楽器のレプリカです。リラ・ダ・ブラッチョには7本の弦が張られていて、このような調弦です。そのうち5本が指板の上に乗っていて、指で押さえることができます。そして残りの2本は指板から外れていて、開放弦として使われます。駒がバイオリンと比べて平らなので、内側に張られている弦を1本ずつ弾くことはとても困難です。なのでバイオリンと違って、メロディーよりも和音を弾くことで進化が発揮される楽器です。詳しい奏法の記録はほとんど残っていませんが、イタリアのペーザロに伝わる古いハート型の楽譜に、この楽器のために書かれたロマネスカとパッサメッツの断片が残っています。この動画で流れている曲がそれです。当時の吟遊詩人たちが歌の節に合わせて弾き語りをしたり、即興的に演奏をしていたようです。レオナルド・ダ・ヴィンチはこの楽器の名手であったと言われ、馬の頭骨で作ったリラ・ダ・ブラッチョのような楽器が彼のスケッチに残されています。私は吟遊詩人のようには歌が歌えませんので、別のやり方を考えてみました。ルネサンスの絵画にリラ・ダ・ブラッチョが描かれたものが少なからずありますが、それを弾いているのはほとんどがギリシャ神話の神様のアポロンやオルフェオ、または聖書に出てくる盾ごとの名手ダビデ王や天の音楽を奏でる天使で、地上の人間が弾いているものは多くありません。どうやら当時は人の心を揺り動かす摩訶不思議で真珠的な力を持った楽器と考えられていたようです。